その厳しい環境でやりたかったっていうのは、なんで厳しい環境でやりたかったんですか？そうですね、厳しい環境、まあ、イコール自分の中では高いレベルでやりたかったっていうことなんですけど、はい。まあ、自分のちょっと力を試したかった、どこまでやれるか。そこで高いレベルでやってみて、その中でも本当にもうレギュラー張るとか主力になるぐらいの活躍をすごくしたいっていう思いがありましたし、まあ、レベルが高いんでダメ、ね、全然かなわないケースもあると思うんですけど、ダメならダメでも自分の実力不足だって思えるんで、まずその挑戦をしたかったんですけど、それが結局なんかね、そういう挑戦する場を自分が選ばなかったので、そこは今となってはちょっと非常に後悔しているところの一つですね。なるほど、そうだったんですね。じゃ結構野心家というか。そうですね、負けず嫌いなんですよね、すごく。負けるのが嫌いだったんですそうですね。ね。当時はなんかこう、誰に負けたくないとかってあったんですか？そうですね、当時は、まあ、でもどうですかね、身近な存在ですかね、でも本当に、それこそ、少年野球やってる頃はチームの中で一番上手くなりたいし、板橋区の中で一番上手くなって、区のなんか選抜に選ばれたりとか、学校で言えば一番足が速くなりたいとか、なんかそういう、まあ、身近な存在の中で圧倒的に差をつけて1位になりたいみたいな。なんかそういうことを考えてましたね、常に。なんかその当時のこう将来の夢みたいのってあったんですか？将来は、そうですね、小学生の頃はもうそれこそプロ野球選手、甲子園出てからのプロ野球選手で、中学生以降は特にないです、正直。その夢がなくなってしまったので、新たな夢も見つけられず、中高過ごしてしまいましたね。なるほど。その後、なんか新しい夢ってできたんですか？いや、結局、できないですね。まあ本当に、この店やるまではとか、起業するまではとか、特にそんなに正直できたわけではないでなす。く、じゃあやっぱり結構野球、当時の小学生ながらにしても、やっぱ野球への思いってすごく強かった。そうですね、強でかったですね、当時は。すね。なるほど。こう大学こう夜間行かれてで、なんかその間昼間は何されてたんです昼間はもうバイト三昧です。か？バイト三昧。もう正直夢も希望もないぐらいだったので、もう遊ぶのがもう楽しいみたいな、もう遊んでごまかすぐらいな、なんか感じだったので、もうバイトして貯めたお金でもう遊び行ってとか、そういうのも繰り返してましたね。当時はどんなバイトされてたんですか？当時はそうですね、飲食店、それこそ飲食店やりましたし、あと、まあ、コンビニとか、まあ、ガソリンスタンドとか、そういうのもやりましたし、ちょっと土方系の、ちょっとかんあの、まあ、そんな期間長くないですけど、そういうなのとかもちょっとやったりとか、いろいろ、まあ、やりましたね、なんかね。結構掛け持ちもしながら掛け持ちもしながら、やられてたんですね。ただ飲食が一番長かったですかね。飲食で行くと居酒屋さんなんですか？居酒屋というよりはバー、レストランですレとストラン。か、あとは銀座の、まあ、ランチ、あるいは流行るようなお店とか、そういう居酒屋とかっていう感じではないんですけど、じゃあちょっとおしゃれそう、なちょっとおしバーゃとれチッか。クなところで働いてましたね、なんかね。なんでちょっとおしゃれチックなところだったんですか？いや、まあ、それなんかたまたまですね、なんたまたかま。オープニングスタッフがいいかなみたいな感じで入ったのがたまたま、そのレストランだったりとか。で、そこで知り合った先輩が、新しく別で勤めたところが、そのなんかおしゃれチックなバーだったんで、じゃあ一緒にそれ入っちゃえみたいな感じで入ったりですとか、やってみたら結構飲食、その接客がなんか楽しかったので、性に合ってたのか、長く続けることができたかなっていう。結果何年ぐらい？そうですね、大学の時ずっとやってましたね。大学も2年留年してるんで、6年ぐらいやって6年間ま まあ結構遊びにす。そう夢で中す、になっちゃっそうてです。夢中になって学校はちょっとほぼ行ってなかったですね。そっか、じゃあ6年でもすごいですね、飲食で。
ホール、やっぱホールが多かったんですけど、接客。あ、ホールです。ホールで、はい。大学は6年間6年間通われたということだったんですけど、はい、6年で無事卒業。そうですね、なんとか卒業できましたね、はい、最後はなんか教授にお願いしに行きましたけどどうにかどうにかお願いします、はい、その後は卒業されてからは、はい、一般企業に就職されるんですか。そうですね、その後は、はい、フリーターをちょっとやって、はい、もうどうしようもなかったんですよね、本当に夢もなくて、なんか、はい、遊び、なんか仕事もそんなみたいな感じだったんで、はいはいはい、でフリーターしてて、そうそう、当時は当時もう24とかですよ、もう 24、5ですね。でそれ普通だったらもう働いてないといけないじゃないですか、はい、でそれがその当時の自分はそれでもまだいいやみたいな感じだったんですよ、なんか本当に。で、その頃はもう一人暮らししてたんですけれども、ちょっと父親が病気になって、その卒業した直後ぐらいに、はい、でちょっと母親からそのちょっとお父さんがなんか体調が優れないって言ってるから病院連れてくねみたいな、で、まあ、体がどっか痛くてもなんか痛いとかっていうタイプではなかったんで、あ、なんか不思議だなみたいな思ってたら、その1時間2時間後ぐらいに連絡が来て、すぐ病院に来なさいって言って、行ったら末期の肺がんで余命宣告受けたんですよ。で余命3ヶ月かなって、はい、言われて、それが全く想像してなかったことなので、でそこで、ちょっとこのままではまずいっていうのを思ったんです、ようやくそこで、はい、でももう結構そのもう闘病生活始まってたので、はい、で最後はちょっと親孝行は、まあ、全くできてなかったんで、まあ、多少何でしょう、看病ですとかそういったことをしたいなっていうのもあって、とりあえず、まあ、それも逃げだったかもしれないんですけど、就職活動せずに看病したりとかしてて、で結果半年で亡くなっちゃったんですね、うん、でその亡くなった直後に就職活動して、でそこで就職したんです初めて。うーん、はい、そうだったんですね、はい、その時お父さんは何歳？61ですね。あ、はい、61歳で末期の、そうですね、はい、そうですね、そうですね、ちょっと怖くて、そうですね、頑丈そうなお父さん、そうですね、ちょっとね、本当にですよ、ね、はい、じゃあそれがきっかけで、じゃあ就職活動というか、そうですね、そこでちょっともうさすがにやばいだろうっていう風に思ったわけですね、うん、遅すぎましたけど、うん、はい、で就職はどちらに？就職は神奈川の方の、教育系の、あの会社に、はい、入りました。へー、あのじゃあ、まあ、スポーツが好きだったの で、はい、であと子供が好きなんですけど、はい、まあ、子供にスポーツを教えたりとか、うん、まあ、スポーツに携わる仕事をしたいなって思いながらいろいろ探してたら、まあ、それサッカーだったんですけど、うん、なんか子供にサッカーを教える仕事がありますみたいな、で、あ、これいいかなと思って面接を受けに行ったんですね、はい、でそうしたら、授業が2つあって、サッカーを教える方の仕事はアルバイトの役目、はい、で社員で入るなら学習塾の運営の方ですってなって、うん、ちょっと迷ったんですけど、もう就職するしかないと思って、じゃあちょっとお世話になりますって言って、その会社にお世話になって、最初は営業職ですね、学習塾 の、うん、あの運営の方の、はい、学習塾の営業って どんな営業を、まずなんだ、教室を、はい、新たにどこか、この場所に作ろうって決めて、はい、で決めてから、当時は、区役所かに行くと、あの帳簿みたいなのが閲覧できたんですよ、お金払えば、はい、どこに、何丁目の何番地何号に、何歳のお子さんが住んでますみたいな、うんうんうん、全部閲覧できた時代なんですけど、はい、それを全部チェックして、一軒一軒飛び込み営業です。でこういう学習塾があるんですけれども、ぜひお子様いかがですかみたいな、うんうん、一回体験学習来られませんかっていうのを、基本的にお母様相手に営業をかけるようなやり方ですね、
はい、じゃあもうまさに飛び込み営業ですね。はい、はい、結構じゃ過酷な、そうですね、過酷ではありましたね。そうですよ、はい、はい、それは何年ぐらい続けられるんですか。その会社は4年ぐらいです。4年ぐらい、はい、でちょっとそのなんだ、当時は就職してから結婚して、はい、子供も生まれたんですよ、はい、で、子供が本当に1歳2歳の時に、はい、もう休みが月に1回あるかどうかぐらいだったんですね、はい、で1日の労働時間も本当にもう今では考えられないぐらい長くて、はい、子供にも全く会えなかったので、さすがにちょっとこれは厳しいかなと思って、うん、4年半ぐらい働いて転職しました、うん、はい、そうだったんですね、はい、じゃあ30手前にして、そうですね、転職されて、はい、次は何になりますか。次は、営業職ですね、はい、これが、応援機器、はい、まあ、例えば防犯カメラですとか、はいはい、コピー機ですとか、うんうんうん、ああいったものを企業相手に、販売するっていう営業ですね。うーん、現金ですとか、はい、まあ、月々の、あの契約、カップの契約とかで、ご賞いただかないですかみたいな、うん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 、でそれを、飛び込み営業または、はい、テレアポ、はいはいはい、一軒一軒でかけるような感じでそれやってましたね。なるほど、はい、じゃあもう結構前職も含めて、はい、足で稼ぎながら、そうですね、足ですね、臭く活用するんですね、はい、そうか、そうか、はい、もう求人園をオープンされたので、はい、何年、2019年の3月からなので今5年目入ったところですね、はい、5年目、はい、2019年の3月、はい、それは何歳の時、ですね、42歳、はい、42か3ですね、はいはいはい、はいはい、なるほど、42か3、2019年にオープンした、はい、だいたいここの求人園を作ろうって構想し始めたのって、はい、何歳ぐらいの時、店をやりたいなっていうのは、はい、正直学生の頃からなんとなく思ってたんですよ。まあ、高校野球が好きで、はい、飲食で働いてる時にちょっと合ってるかなと思ってたのもあったので、はい、球場に観戦行った時に、うん、結構地元の方々がすごい応援に来るじゃないですか、はい、1回戦からとかでも何百人っていう単位で高校野球ファンの方、父兄の方とかすごい来るのを見てて、で僕は高校時代サッカー部なので、はい、サッカー部って最初の子って全然来ないんですよ、はいはい、その人気の違いをまざまざと感じてるんで、これは高校野球ファンむちゃくちゃ多いなと思って、うん、店やればそういう方々が集って結構盛り上がるんじゃないかなっていうのはなんとなく思ったんですね、はい、でその構想はずっと学生の頃からあったんですけど、はい、起業する頃にもうやろうって決めてました、はい、なるほど、起業をしたのはいつ、はい、起業は2017年の12月ですね、はい、2017年の12月、はい、それは何の会社を最初起業したんですか。OA の営業です。あ、はい、じゃあそのまま2社目に入った OA をずっとやりながら、はい、独立をしたそうですっていう感じだったんですね、はい、じゃあ2社目結構長かったんですか。そうですね、十何年やってましたね。あ、すごい長かったですね、はい、で独立して自分の会社。そうですね、はい、そうだったんですね、はい、そこはあれなんですか、一人で立ち上げ、あ、そうですね、前の会社で一緒に、やっていた、はい、後輩がいて、はい、でその後輩が会社立ち上げるってなった時ついてきてくれたので、はい、最初は二人で始めた感じですね。そうだったんですね、はい、じゃあもう学生時代から、はい、ずっとそういったところ、高校野球と飲食っていうところは構想にあったんですね、はい、そうですね。なんか当時学生とか若い頃にこういった、はい、まあ、高校野球まで行かないまでも、はい、野球と飲食みたいなお店って、はい、結構あったりしたんですか。そうですね、あんまりちょっと把握はしてなかったですね、はい、あんまりそういったとこいうお店に行ったりとかもせず。そうですね、まあ、社会人の時はよく飲み行ってましたけど、はい、普通によくあるようなお店に行っていて、はい、野球コンセプトにしたところにあえてっていうのはそんなになくて、うん、ただ会社立ち上げた時に本格的にこれをやりたいな、はい、求人みたいなこういうお店やりたいなってなった時に、
ちょっと勉強しないとまずいと思って、はい、ちょっといろいろ調べて、はい、行けるところは行ってましたね。はい。どのあたりがあるんですか、そういった類似のお店に行くと。まあ、プロ野球を専門にしてるお店もあれば、はい、なんか高校野球のものがちょっと飾ってありながら、はい、でも大学のもあったり社会人のもあったり、プロもあったりみたいな、なんかごちゃ混ぜっていうか、はい、オールジャンル OK ですよみたいなお店もあったりとかなんですけど、なんかそこまでちょっとあんまり詳しくはなかったんですが、はい、高校野球に特化した店っていうのは、うん、多分限りなく少ないだろうっていうのがあったのと、うんうんうん、まあ途中からちょっとプロ野球をあんまりそこまで見なくなって、はい、高校野球に本当に特化した形になったんで自分が、はい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 、で自分が好きな方を武器にしないと、はい、商売やっていけないだろうと思ったので、もう高校野球に特化した店にしようと思って。なるほど、はい、そうだったんですね。はい、その、まあ、プロ野球は見なくなったっていうところなんですけど、はい、まあ、一時期は怪我もされて、高校から少し離れた時期もあったんですけど、はい、で、まあね、高校時代から見始めたと思うんですけど、うん、なんかどこかで高校野球熱がガッと上がったタイミングってあったんですか？はい、そうですね、まあ、やっぱり年によっていろいろなんかいい試合とかたくさんあって、はい、ああいいなとか思ったりしましたけど、やっぱりその横浜対 PL 学園とか、はい、あれはでも大きかったかなっていう気がしますね。松坂さんの時の、はい、あの時ってすごかったじゃないですか、はい、もう全国的になんか、で高校野球が与えるその周りの方々への影響というか熱みたいのを、で素晴らしいんだなっていうのを思ったので、なんか地域の方々が応援するとか、本当にファンの方々が応援するとか、うん、っていうのをすごくなんとなく新聞で見たりとか、はい、テレビで見たりとかしてて感じてたので、あれはでも大きかったですかね。はい、その頃にはなんか結構吹っ切れてたかなみたいな、うん、はい、